栃木乳業のレモン牛乳レモン牛乳は栃木県内の生乳メーカー2社が生産している乳飲料の通称である。無脂肪牛乳、生乳に甘味料、香料を加え着色料で黄色く着色した飲料である。レモン果汁は入っておらず無果汁と表示されている。2000年に日本で発生した雪印集団食中毒事件をきっかけに2003年から 日本では生乳100%のものしか牛乳と表記することができなくなったため商品名から牛乳が省かれている。宇都宮市の老舗生乳メーカー関東牛乳が第二次世界大戦後間もない頃に開発関東レモン牛乳の名前で商品化したのが始まりである。発売当時は砂糖が貴重な時代で砂糖を入れて黄色く着色したレモン牛乳は すぐに人々に受け入れられた。主に、宇都宮市内の牛乳販売店や小売店のほか、学校の購買部や運動会など学校行事での販売を通し、売れ筋商品となり、同市民にとって馴染み深い飲料である。2002年頃から、宇都宮市内のセブンイレブンで取り扱いが始まり、人気が再燃していた。 関東牛乳の廃業に伴い2004年9月で一度生産中止となった後、栃木市の生乳メーカー、栃木乳業が関東牛乳から無償でレシピ等を継承2005年1月に関東栃木レモンの名で復活した。関東栃木の関東の部分の字が大きくなっている。紙パックの 200ml と 500ml があり。 栃木県内のコンビニエンスストアの一部店舗や一部のスーパーチェーン店、佐野 SA をはじめとする栃木県内の東北自動車道のサービスエリアやパーキングエリア、県内各地の道の駅のほか、栃木県外でも一部地域にて購入が可能である。経営、時期等は不明であるが、栃木乳業から発売される前にも、一時的ではあるが、宇都宮市の生乳メーカー、長島牛乳より、 関東長島レモンとして発売されている。宇都宮市の生乳メーカー、針谷乳業でも1940年代後半に開発し、当初はレモン牛乳。現在は、針谷美味しいレモンの名称で商品化していて、紙パックの,200の2 0 0トルと5 0 0トルのにタイプがあるが、5 0 0トルの取扱い店は少ない。なお、上述の通り本製品は、レモンの味はしない。 通常、牛乳にレモン果汁を加えるとタンパク質成分が分離、沈殿してしまうため、レモン果汁入り乳飲料を製造することは制約が多い。左から順に、牛乳、関東、栃木レモン、針谷美味しいレモン、栃木乳行政、無脂肪牛乳、生乳、甘味料は砂糖、葡萄糖。 当初は着色料に黄色4号を使用していたが、2013年現在は天然着色料を使用している。針ガヤ乳業製。無脂肪牛乳、生乳。甘味料は、ぶどう糖化糖液糖。着色料には、口なし色素を使用している。レモン牛乳アイス、愛知県に本社を置く株式会社長のボルヤの、レモン入り牛乳を関する便乗商品群がある。 これらは、栃木県内のホテルの売店などのほか、駅の売店や、県外のサービスエリア等でも販売されている。ありがとうございます。